サンベスよこせマジで。はい、どうもソバルトです。今回はですね、こちらの真ん中にいるローズ姫っていう、まあ、おたさの姫がいるんですけど、私この方にちょっと今日告白しようかなという企画をやっていきたいと思います。まあただ単に企画、まあただ単に告白するだけじゃ、まあ、絶対うまくいかない、どうせやだとか言い出すんで、とりあえずいつも優しくないソバルトは、まあ、今日はめっちゃ優しくしようかなと。例えば武器落ちても優先的にバラ姫にあげるとか、あと防具とかも同じように。でプラス今日演者2人用意して、右側にいる翔太くんとテミっているじゃないですか。こいつらにとりあえずバラ姫に嫌がらせをやらせます。もう本当に悪い奴らを演じてもらって、で俺がそこを助けてとか、まあいろいろやって、最後に、告白をして、まあ成功させていきたいかなと思います。まあ告白成功した際はもうそのままお付き合いさせていただきますので、よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。あれ実際さんだけどね、どこ降りよっかな。そうなの、みんなやってないの。うん、翔太はこそ練習してるでしょ。いや俺全然やってないよ。バラ姫、バラ姫できるだけ敵がいないところで降りたいっしょ。うん、じゃあみなすかな。マジみなす、ここ行かないの。いやいや、ダメでしょ。そこはスクワットなのに人多い時あるから。ダメ、意味わかんないんだよね、あそこ人多い理由が。バラが降りてくる前に俺もう中取るわ。悪いな。バラ姫、バラ姫、俺後ろから引くわ。残さねえぞ、自由を。ひどい、ひどいんだけど、みんな扱い。いや、バラ姫あんまいじめるのはかわいそうだろう。翔太くんは私の武器取るし、うん。テミンさんは引こうとしてくるし。ひどいな、みんな。バラの分残すな。どうせバラ姫が武器持っても変わんねえから。ひどい。俺そこまで言ってないよ。一番言っちゃならんやつや。思ってるけどそんな言ったことないよ俺。思ってるけど。なんだよバラ姫を、うん、ね、バラ姫ね、ちゃんと使えるときは使えるからさ。たまにやろ。てめえらぶっ殺すぞ。使えるときはね、使える人だもんね、バラ姫。バラ姫武器ある？そうだよ。あるよ。あ、いた。バラ姫防具とかある？レベル1だけどあるよ。あ、マジで？あの、結構いい場、いいね、ものあるよ。ちょっと、来て。なんだよ。あ、てか、か、てか、待て、カーとかは？カーとかは持ってる？カーとか使う？いらない？カーいらない。あ、そう、うん。ちょっとバラ姫こっち来てごらん。何？これあげるよ、これ。これあげるよ。おー、ありがとう。サンベースくれたんだけど、なんだ今日は紳士だぞ。ドロリーよくせ。今日は紳士なんだけど。AK 使っていいかな俺。AK 使っていいかな。いいよ。OK。AK は使うわじゃあ。どうしよっかな。まあ漁った感があるのこの辺りは。バラヒメ一緒に隣の町行かね。行く。行くか。バラヒメ大丈夫？大丈夫だよ。坂とか登れるちゃんと。大丈夫？ねえねえ、で、な、何今日？なんだ今日？何が？いけ、引き込ませ、キャンベスよこせー。 マジで行くやん、マジで行くやん。あ、待って、おうおう、バラ姫かわいそうだろう。あー、かわいそう。マジで行くやん、お前。お前らいじめ、ダメだよ、バラ姫をいじめちゃかわいそうに。大丈夫バラ姫、大丈夫。大丈夫バラ姫、ドリンクあるよ、ドリンク。ドリンクあるよ。ありがとう。死ねえお前。バラ姫6倍スコープいる？いる。オッケー、あげるよ。なんか今日気持ち悪いんだけど、そばさん。何が？気持ち悪い。気持ち悪い。あげるよ、ほら。はい、可変できるスコープ。気持ち悪いんだけど。テミが翔太くんに取られた。あ、テミさんだ。あ、バラ姫レッドゾーン気をつけてよ。大丈夫それ。オッケー、オッケー、大丈夫大丈夫。まあ大丈夫か、バラ姫には落ちないか。俺も逆にバラ姫の近くにいるか。怖っ。いやどうだろう。地下。バラ姫、あのこれあげるよ。何？これあげるよ。広いな。いや。広いな。サンベス着てるし。ちょっとこれ着てみて、はい、バラ姫の着てたのもらうわ。気持ち悪い。それは素直に気持ち悪いかもしれない。とりあえずまっすぐ行くか。あ、もう範囲縮んできてるか。バラ姫ドリンクとかある？大丈夫？大丈夫だよ。
あとの2人は撃たれてるからやばそう。やばい。撃たれてる？本当だ。撃たれてる。あ、本当だ。左上。前だね。手すり。痛いね。痛いね。俺をかなり集中で狙ってきてる。ちょっとごめん。回復するわ俺は。みんなあの撃ちながら。当たんねえなあいつら。あ。どうせヌーブだから当ててこねえやん。バラ姫大丈夫？いや俺にはか。相手全員バラ姫だと思っていい。大丈夫バラ姫。うまいなあいつら。ねうまいよね。ちょっと俺もあマジで走んないと結構やばい。あ向こうも215も走ってるよ。マジかあれやばいな。これ俺も回復できる。あしかも俺やばい。待ち構えてないあれ。あだめだだめだ。あー無理ごめん。さよならバラ姫。いやーマジか。一やって。大丈夫みんな。あ死にそう。大丈夫じゃなさそう。無理だごめん。積むわこれ積む。俺はこのラスト一発にかけるぜ。道連れ作戦。GG。じゃあ次行ってみよう。いやまだやばいとこ降りようとしてる。やばい。本当やばい。ガストとローズホック間に降りてるんだけど。大丈夫。どうにかねに逃げ切ってほしいかも。引き殺されるかもしれない。乗れ乗れ。止まって。あ大丈夫だ。止まって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 。こうこうこう来て来て。カモンカモン乗って乗ってよし大丈夫オッケー威嚇する威嚇する大丈夫結構揺れるけど大丈夫あ前に敵いるよいけナイスやった強っ強い引き殺したもうどっか行くわマジかあ本当だいいねあ突っ込んでくるこいつやばいやばいめっちゃ追いかけられてるやばいやばいめっちゃ追いかけられてるんだけど敵に助けてさっきの味方だったのかなそうさっきの味方っぽいね多分やばい助けてめっちゃ追いかけられてるまだどっか行ったあどっか行ったよねオッケーオッケーオッケーで上っ側から漁っちゃうか上っ側から漁って手見に合流する感じでいいかなごめんね揺れたら道路走るねあーちょっとすげえちょっとずれた内輪差がやばい内輪差がないやばいやばい内輪差がすごいあんまり家の近くは走らないようにするか、まあ、この辺り空いてるってことはだよねまあこことかオレンジ付近は気をつけた方が良さそうだねあごめん大丈夫バラ姫揺れたけど今結構ごめんね荒くてあ純粋に今ごめんあの純粋に今バラ姫見とれてたわごめんねねえ気持ち悪いんだけどあとりあえず山進むか。バラ姫さ、もし結婚したとしたらさ、空いてるわ。あ、マジで、うん、一軒家がいい？マンションがいい？一軒家の方がいいんじゃない？理由は？あーでもマンションもな。マンションね、階層が高かったらゴキブリとか出てこないしいいかも。あーなるほどね。こういった家とかは嫌だ。こういった家？こういったあ、ちょ待ってゲーム落ちた。あ、マジで？多分俺今柵ぶっ壊しすぎたからかもしんないバラ姫をバラ姫をちょっと安全なところまであ俺もゲーム落ちたえマジで、うん、やばくないやばいやばいなあの車運転してないけどあのなんだっけな黄色のところで止めてる車暴走してるよ車めっちゃちょっと止めてちょっとそこ撮影しといてマジかよこういう結果になるどうなった？どうなった？バカ野郎。バカ野郎、どういうことだこのゲーム。柵壊しすぎたからかな。柵壊しすぎて重くなったんだ。PUBG へのちょっとヘイトが。マジか。この段階でこれになる。やばい。今戻る。接続。ぞこ。戻る。バラヘメ戻った？私ももうちょっと。やばい。マジか。こういうオチ？今殺されたんだけど。蛇が撃った。蛇が撃った。ショータやば。いや今完全にバラ姫ショータ殺されて。しかも俺を殺す意味。アフロ解放しちゃったよ。でさっきの話の続きなんだけどさ、バラ姫はこういう家に住む？1階建ての家とかどう思う？いや2階建ての方がいい。2階建ての方がいい。
帰りの手紙。もしさ、もし暮らすとしたらさ、その、なんだろうな、お互いに個室があった方がいい？それともお互いに同じ部屋でダブルベッドみたいな。あー、寝室は同じでもいいと思う。あでも自分の、なんだろう、締め部屋とかは欲しい。あー、なるほどね。ダブルベッドか。そばさんも、そばさんもそうじゃない？仕事部屋とか欲しいでしょ。あー、確かに。でもダブルベッドはちょっと欲しいね、ガチで。うん、寝るのは一緒でもいいと思う。うん、寝るときね。寝るとき何か抱き枕とか必要？いや、いらないかな。あ、いらないんだ。オッケー。じゃあとりあえず行こっか。オッケーってなんだよ。え、2階とさ、1階どっちが寝室がいい？2階。あ、2階か。和室と洋室どっちがいい？あー、和室もいいけどね、やっぱ洋室かな。なるほどね。あ、今危なくなかった？テミーさん。あ、マジで？あ、画面上で避けちゃった。え、今の見た、今の動画撮ってた？いや、撮っとくよ、じゃあ。今日バラ姫突っ込めよ。やばいやばいやばい。痛い。ドアは開いてるからね。ちょっと、俺が先行くよ、バラ姫。危ないでしょ。大丈夫？大丈夫、いない。オッケー、ナイス。ホスピタル、さっき伏せてたやつ、ホスピタル、ホスピタル敵、ホスピタル敵。ホスピタル側から敵出てきてる。あ、ほんとだ。スモーク入ってんじゃん。このタイミングで行くか。はい、ずれた。これ、前の敵倒していかないとまずいよ、多分。そうだね。でも行かないとやばい。一旦逃げた方がいい。うん、だよね。これも行かないとやばい。あいつの無視してエリア内行かないとやばい。だよね、オッケー。車で行くか。ちょっとダメージ食らうよ。はい。行くよ。レッツラゴー。相当やばいな。やばいね。リアもいるね。ここで止めるしかない。おお、いる。来た来ですね。ナイス。俺火薬入れる。くそ、ここで応急キットないのに辛いな。それちょっとあった。やっぱいた。あー、痛い。ごめん。ナイス。あ、後ろも来てる。後ろ、275。あ、オッケー。それ、右足先処理するわ。オッケーオッケー、それ、切れて切れて。バラ姫を。ナイス。バラ姫、カバー入れてあげて。やばい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 。さっき切れてるわ。あ、ナイス、入れた。勝った。イエーイ。やったぜ。やったぜ。マジか。ドンカツできたね。ありがたい。ということで、GG。ありがとうございました。久々にドンカツ取った。はい。撮影終了。びっくりだね。まあ、どう？今ので大丈夫かな？ナイス、みんな。でね、バラ姫、ちょっと一つさ、言いたいことがあるんだけど、いい？何？ちょっとさ、今日さ、いろいろバラ姫にさ、優しくしたじゃん。あの、いろいろと。武器あげたり、銃あげたりとかさ、弾あげたり、回復あげたりとかさ。だからさ、バラ姫、俺とさ、付き合ってくんね。やだ。まあね、企画内容を説明すると、まああの、ね、あのどんな強情な女の子でも、まあゲームで武器とか、お金とか、弾とか、回復とかをあげれば、まあ、告白受け取ってやらせてくれんじゃないかっていう検証をね、しようと思ってたんですよ。まあ、結果的に。どうだった？あの、俺の優しさは。受け取ってくれた？うん、めっちゃ気持ち悪かった。